デジタルフロンティア CG 優秀作品を一挙大公開。もちろん新作 CG も。今夜は特別春の CG 祭りスペシャル。そしてポケラー第2弾スノポケラーメガポケラーいよいよ発売。エンターテインメントディーズガレージ21です。今夜は春の CG 祭りです。はい、それではまずはこちらのニュースからご覧ください。トップクリエイターへの登竜門デジタルハリウッド。その卒業制作およそ300作品から優秀作品を厳選してデジタルフロンティア2000が開かれた。デジタルハリウッド杉山校長に今後の CG 界について聞いてみた。今後もですね、どんどん、彼の作品、これからの人の作品を世に出す手立てを、考えていくべきだなと。それが我々の責任じゃないかと。ディーズガレージさんもちろん放送ですので、せっかくそういった大きな、メディアを持ってらっしゃいますから、ぜひですね、学生の作品というのは、素材ではあるけれども完成品では僕はないと思うんですね。そういう意味では、応援をいただいて完成品として仕上げて、それをより多くの人にまた見てもらえる媒体として仕上げ直すというようなことを一緒にやっていただければなって強く思います。というわけでですね、今夜はこのデジタルフロンティア2000の優秀作品の方をたっぷりとご覧に入れようというスペシャル企画を作ってみました。はい、でもね、もちろん番組に届いた CG の方もどんどんと紹介していきたいと思ってますので、もう今日は CG たくさん CG 尽くしの30分となってますからね、はい、春ですからね。これね、単にデジタルハリウッドの卒業制作発表会というよりもね、若いクリエイターのプレゼンテーションの場として設定されてるんでね、こうなんとか最新作、一番こうエッジにいるね、その本当に息のいいクリエイターが、今現場で何やってるかっていうのがね、これを見るといっぺんに分かるかなって、そういう企画です。先端ですね。楽しみですね。早く見てみたい、ね、もう CG 尽くしなので、はい、ましょう。さあ、それでは早速デジタルフロンティア2000の優秀作品をご覧いただきたいと思います。どうぞ。デジタルフロンティア2000ベストアートディレクション賞ア・ボックス。この作品はね、杉山校長からはメカニカルなキャラクターをよくヨーロッパの街並みに落とし込むことができたというコメントが来てますね。南ヨーロッパの街並みという感じですよね。ね、ありますよね、こういう街並み。なんかね、キャラクターが面白いでしょ。こういうのってシンプルなデザインほどね、難しいですよね。例えばこう木の切れ端とか金属の棒とか組み合わせて可愛いおもちゃ作れって言われてもなかなか作れないじゃないですか、うん、この人はね、CG の中でそれができてるわけですね。なんか物の形の硬さっていうか、そういうのが動きでよく出てますよね。そうなんですよね。あとほら、硬いものなのに可愛いでしょ、うん、だから例えばこの音なんかもね、よくできてるなと思うのは、ほら、キーキー音って本当はさ、なんか普通にやるとすごく嫌な金属音になるんだけど、ちゃんと生命感がある、うん、そうですよね、硬いのに生命感があるっていうのはね、うん、温かい音がしますよね、ピコピコっていう音なのに、間がいいですね、キャラクターがまたこう本当に大きいのとちっちゃいのと、うん、なんかこう長細いのと丸いので、すごい強弱がついてて可愛い作品でしたよね。続いての作品はこちらです。どうぞ。デジタルフロンティア2000ベストアニメーション賞ミッドナイトフェーブル。この作品、杉山校長はですね、キャラクターの体の動きの滑らかさを特に評価されてましたね。細かい部分部分の動きをよく見てくださいね。キャラクターのこのモコモコした感じってね、こうディテールがね、ディテールの動きがしっかりしてるからこういう感じが出てくるんですね。すごく動きが滑らかですよね。洋服の厚みとかも、なんかそのこう外側から見て服の厚みとかね、キャラクターの体重重さみたいなのまでわかるでしょ。そうですね。それはね、本当に細やかに動きをつけてるからだと思いますね。ね、走り方もすごくこう自然というか、なんか動きが評価されてのベストアニメーション賞ということなんですけど、キャラクターの魅力もね、いいですよね。なんか顔の表情もこうすごく自然で嫌味がないでしょ。すごい。
この笑顔とかいいなって感じがします。あ、不思議なイメージなんだけど、すごく表情がこう日常にいる人の神経感があるんですよね、ぶっ飛んだ世界なのにね。いや、今の動きはすごかった。すごいちょっとね、この動き重量感っていうのがすぐに伝わってくる。すごいですね。デジタルフロンティア2000ベストインパクト賞、カマンチョ家族。カマンチョ家族を知ってる。誰出てくるんですね。誰が歌ってるのかと思ったら渡辺さん不謹慎だと思ったら中の歌なんですね。びっくりした。ママカマンチョ、杉山校長からはですね、どこの国のものでもない彼の世界、木村ワールドのインパクトを感じたというコメントが来てますね。確かにすごいな、ね、こう絵もうまいんですけどね、これ 3D だからこう気持ち悪さが際立つんですよね。いや、すごいでしょ、うん、いるんだな、やっぱりこういう人が、うん、だからね、ほら一昔前だったらこういう人ってこう演劇の世界で舞台美術やったりとか、あとカルト漫画ガロに描いたりとかね、そういう風な人材が今 CG の世界に入ってきてるのかなと。すごい面白い、すごい好きです。ちびかまんちょテクニシャンパパかまんちょ、気持ち悪いんだけど、なんかこうすごいインパクトとしてはありますよね。ありますね、なんか笑ってしまうというか、深いものを感じますね。そう、その妄想をね、形にするときに、例えば映画にしようとかで、やっぱりみんなで話し合ってるうちにだんだんその毒が取れてくるんだけど、一人でずっと作り込んでいけるでしょ、 CG の場合っていうのは。だからね、こういうなんか脳の中で考えてるものをそのまま映像にしてはできちゃうんですね。なんか期待できますね。この後もまだまだ春の CG 祭りは盛り上がっていくんですけれども、その前にいよいよ発売となるこちらのニュースをお送りします。どうぞ。ついに発売、スノポケラー、メカポケラー。第1弾のノーマルポケラーよりさらに会話力がパワーアップ。あなたの心のインテリアにぜひ買ってくれ。4月20日いよいよ発売、3800円。今すぐゲームショップへ走れ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、春の CG 祭り、デジタルフロンティア2000優秀作、続いての作品はこちらです。どうぞ。デジタルフロンティア2000ベストキャラクター賞、山わらし。山わらしというね、杉山校長はですね、言葉を使わなくても世界中のどんな世代の人にでも伝わる世界観を特に評価されてましたね。トトロみたいな世界ですね。宮崎駿さんなんかにこういうね CG も見せたいなと思うんですけど、キャラクターに独特の質感と動きがあるんですよ。あとね、こういう自然の世界をね、自然界を表現するのに 3D の方がね、自然界と同じような色がこう重なるじゃないですか。で 3D の方がそれがすごくね、ごちゃごちゃしなくて分かりやすくなる。だからこういう狙いのものもね、CG でどんどん作るべきだなと思いますね。実際にない生き物なんだけど本当にいるんじゃないかなと思ってしまいますよね。なんか見たことないのにこの子たちの大きさとかその手触りとかね、重さなんかもなんか伝わってくるでしょ。それが CG の不思議なところですよね。あ、綺麗。なんか3人の仲間でこう魔法自慢をやってるみたいなんですよ。僕はこんなことできる、僕はこんなことできる。なんとなくこれネズミなのか何なのか分からないけど、そう、なんか見たことある、なんか多分何かの集合体みたいなんでしょうね、きっと。だからすごく思い入れを持って作ってらっしゃるんでしょうね。だからこの子たちのなんかバックグラウンドとかね、例えばどんなもの食べてどんな風に暮らしてるかまで分かってて作ってるんだと思うんですよ。そうでしょうね。魔法に失敗しちゃったのかな。びっくりしてる。目がキュッとなる。びっくりしてた今。ちゃんと細かい、細かい動きとかね、動きが細かい、人間みたいな動きしますもんね。デジタルフロンティア2000ベストモデリング賞、ムーン。これはベストモデリング賞ということでね、特に造形の技術に注目していただきたいなと思います。杉山校長はですね、月の広がるシーンのモデリングがユニークで素晴らしいとおっしゃってましたので、特に後半のシーンになるんですけど、そのあたりに注目してもらいたいと。こんだけねすごく複雑な空間なのに全然矛盾してる不自然なとこないでしょ。本
当にあの立体物の構造を緻密にこう作り上げてるなと。なんか本当なんかセットを撮ったみたいな、撮影したみたい、ね、あ、すごいすごいすごい。よくできてるものってこう見てるだけですごい脳が気持ちいいですよね。気持ちいいですね、うん、この色がいいのは微妙な黄金色っていうんでしょうか、月とよく合ってる、これから月を見るときこんな感じなのかなとか思っちゃいそうですね。あー、すごい、なんかもうちょっとね、あの下から見てるあのすごいアングルもうちょっと見たかったな。ねー、うん、すごい発想がすごいでも、うん、そう。続いての作品はこちらです、どうぞ。デジタルフロンティア2000ベストストーリー賞、雨宿り。杉山校長からはですね、人それぞれの思い出と照らし合わせて納得できる、いろいろな解釈ができるところが良かったというコメントが来てますね。僕もね、本当にあのこれ個人的に好きな作品でもう10回以上見てるんですけれどもね。この子は野良猫みたいですね、雨宿りしてるってことね。野良猫と捨て猫ってことですね。そういうことですね。なんか野良猫ってあのずっとこう無表情なところがかえってこうジンときますよね。野良猫ってね、都会では少なくなりましたけど、やっぱ顔つきがすごくピンとしていて、うん、家の子とやっぱ違うんですよね、うん、こういう表情ですよね、うん、あ、野良猫ずっと無表情だったんですけど、今一瞬あの目の表情がね変わったの分かりますか。ここがね、そういうところが微妙なところが絶妙というかね。自分で食べちゃえ。なんかハッピーエンドでもないんだけど、アンハッピーエンドでもないっていうね、その辺がすごくね、奥が深いなっていう気がして。本当だ、解釈がなんか詩的な作品ですね、うんうん、なんか抑え、演出をすごく抑えられる人ですよね、うん、なんていうか物語っていうのはね、悲しいだけじゃないし、あの楽しいだけでもない、なんかもうちょっとね、あの複雑で微妙なものっていうのを描き出せるんですよ。なんかこれ以上なんかね、どっかの方向に行くとこのバランスっていうのは、この作品のバランス崩れると思うんだけど、その微妙なさじ加減が分かってらっしゃる。さあ、以上が優秀作品として各賞を、受賞したわけなんですけれども、渡辺さん、はい、ね、あの6作品の中でね、あのディーズガレージ21として特に応援していきたい作品も見つかりましたので、うん、あの特にディーズ賞っていうのをね、あの特別に出させていただくことになります。その作品は、CM の後です。お楽しみに。ゆうこのお気に入りはスノポケラー。みんなには季節外れなキャラなんて言われちゃうんだけど、絶対そんなことないと思うんですよね。皆さん、スノポケラーは4月20日発売です。さあ、渡辺さん、ディーズ賞はどの作品の頭上に来るんでしょうか。ディーズ賞はこの作品です。デジタルフロンティア2000ディーズガレージ21賞、ミッドナイトフェーブル。
かでも好きそうな感じ、ね、私これ好きだなすごく、ね、女性の顔とか、ね、最後の笑顔でハッと思う、笑顔重要。ディズ賞ってことなんでね。差し当たったディズシアターの、あのディレクターの候補者として、入っていただく。あもうねこの方にはね絶対に映画作ってほしいですね。ということでディズ賞に選ばれた阿部さんと橋本さんの作品はですね来週からなんと5回にわたってエンディング CG として流れるんですよ。さあ春の CG 祭りはまだまだ続きますが、今度は新作 CG のコーナーです。今夜の最初の作品はこちらです。どうぞ。作品ナンバー264、藤田紀博さんの作品です。パンダマンの新作が来ましたね。デートの最中パンダマンがすごく短いですよ。よく見てないと。出た。この料理美味しいのよ。どうしたの食べないの。あ、捨てた。このデパート整理やってんだって。終わりね。そうだよね。パンダマンはあれ元がパンダなんだよね。元がパンダだから、本当にパンダマンだから。作品ナンバー265、勝見由美子さんの作品です。この緑色の子が枝豆くんだと思うんですけれども、彼の見た夢の世界をいろいろ描いていくと。だからこの前にね、あの目が覚めたらとっても変なとこにいて空を飛んじゃったりとか、そういうのがあってここに今来てるんですけどね。魔法使いがケーキを大きくしてくれたのかな。すごい大きいんだな。かわいい。かわいらしい。でも私ね、枝豆って言ったらやっぱ丸いのがいいな。ねえ、枝豆の形してなかったです。ねえ、色は枝豆だった。作品ナンバー266、高橋直樹さんの作品です。あの風鈴とも不倫とも読めるタイトルなんですけど、着想がすごく面白いんですよ。あの浮世絵の世界ってね、あの浮世絵ってほら、あの二次元美術の最高峰と言われるけれども、 その二次元の浮世絵を三次元にできるかどうかっていうチャレンジですね。あ、これは日本人にしかできない。すごい興味深い。引き目鍵花とかっていうのを実際に立体にしたらどうなるか。2D アニメをあの 3D に起こすみたいな。あ、すごい。見たことないから 3D になったらああいう感じなのね。作品ナンバー267、チーム上大福さんの作品です。これトンボたちのお話なんですけれどもね、あのチーム4名での合作ということでね、あのキャラクターについてはそのうちの3人で一人一人担当のキャラクターを決めて作ったということですね。あのデブトンボとかですね、そこにあのコギャルトンボとかダンディトンボとかって感じ出てきて、それぞれにちゃんとキャラクター設定がなされているということです。なんかお腹減っちゃってるんですね。お米をね食べるみたいなんですよ。なんかだからトンボが普段お米なんか食べないじゃないですか、で初めてお米を食べるっていう、そういう話みたいですよ。歯がある、かわいい。初めて食べたらすごい美味しかった。美味しかったんだ。わかる。でもこの気持ちすっごいわかる。美味しいもの食べた時の表現がすごくよくわかる。でも感動する時ってありますよね。うわもえもえ、僕メガポケラー、ボディもいろいろ変わる優れもの、4月20日発売、買わなきゃ損損。さあ
発売間近なのはポケラーだけではありません。こちらもご覧ください。どうぞ。プレイステーション2対応ゲームソフト、プライマルイメージ、いよいよ発売。ノン、寺井由紀、アンナ、3人のリアルな動きに話題騒然。プライマルイメージ4月27日発売、5800円。 CG ムービープロジェクトビーズシアター第2弾、ついにスタート。第1回で富岡聡、そして高田智弘を生み出した大型プロジェクトビーズシアターの作品を大募集するぞ。君も富岡聡に続いて世界へ飛び出してみないか。どんどん送ってくれ。今新たなウェーブを巻き起こそうとしている VJ ビジュアルジョッキー、そんな VJ に君も挑戦してみないか。ビズでは VJ にスポットライトを当てて発表の場をどんどん作っていくぞ。君の才能で VJ 界に革命を起こせ。メンバーのプロフィール、写真、そして音に合わせたオリジナルデモビデオを送ってくれ。待ってるぜ。ビーズ&アナザヘブン共同プロジェクト第2弾、あのアナザヘブンがついにゲーム化されることになった。そこで飯田監督とゲームを一緒に作るゲームライター大募集。君ももう一つのアナザヘブンを作ってみないか。登場人物、設定を変えずに別の話を作ってくれ。400字詰め原稿用紙30枚以内にそのあらすじを書いて、ご覧の宛先まで今すぐ応募しよう。締め切りは5月31日決心有効。待ってるぜ。グランプリに輝くとなんと賞金50万円。君も飯田監督に認められてメジャーへの道を突き進め。ディーズガレージ21、こうやって見るといろいろやってますよね。うん、こういう企画の中から新しい人たちがどんどんこう世に出てね、行ってくれると嬉しいですよね。ね、ディーズガレージ21、番組では常にノンジャンルのオリジナル CG、 ゲーム、漫画作品も大募集。応募要項はこちら、作品に添えてこれらの項目を必ず明記してくれ。オリジナルのものならいずれもノンジャンルだ。目指せメジャーデビュー。もちろん番組で紹介した作品の作者の方々に提携のコンビニやドラッグストアチェーンなどでご利用できる便利なクオカードを毎週プレゼントしております。どしどしご応募ください。お待ちしております。いや、今日は本当に CG たくさんあって盛りだくさんでしたね。あのディーズシアターの話がちょっと出ましたけども、はい、富岡さんと高田さんに続く、うん、あのディーズシアター第2弾のクリエイターはですね、5月中には決定したいということなんで、あの温めてる方ぜひ急いでもう投稿していただきたい。はい、で来週はなんと、はい、戸田翔子さんも登場しますから、皆さん楽しみにしていてください。久しぶりです ね久しぶりの登場、どんな近況報告をしてくれるんでしょうか。楽しみにしております。はい、はい、それでは、春の CG 祭りいかがだったでしょうか。来週も才能発掘番組ディーズガレージ21、お見逃しなく。それでは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。